今回は私が2年前に、作った自家製の梅酒を使って、梅酒のゼリーを作っていきます。今回は梅酒で作りますが、これがお酒の入らない梅シロップでも大丈夫です。梅酒だけでゼリーを作ってしまうととても濃くて、食べれませんので、水と割っているんですが、梅酒と水の量のトータルが同じであれば、その比率は変えていただいて構いません。今回蜂蜜を加えていくんですが、蜂蜜だけを器に計量してしまうとベトついて取るの大変ですよね。そういう時はグラニュー糖の中心を少しくぼませて蜂蜜をその上に測ると器が汚れなくて済みます。そこに砂糖と蜂蜜を加えます。ちょっと時間が経ってしまったので器に蜂蜜が染みてしまいました。動画には映っていないんですが、板ゼラチンは加熱する前にたっぷりの氷水でふやかしておいてください。そして火にかけて沸騰させていきます。今回はアルコール分を含んでいますので、少しアルコールを飛ばしていかないととてもお酒の強いゼリーになってしまいますので、しっかり沸騰させていきます。通常沸騰したらすぐ火を止めるんですが、今回は1分程度そのまま沸騰させ続けて少しアルコールを飛ばしていきます。加熱前にふやかしておいた板ゼラチンの水気を、キッチンペーパーでしっかり拭き取って水分の中に加えていきます。熱いのですぐ溶けると思いますが、しっかりと均一な状態になるように混ぜてください。ゼラチンで作ったゼリー液は冷蔵庫で冷やさないと固まりませんので、冷蔵庫に入れる前にできるだけ冷やしておくと早く固まるようになります。なのでゼリー液が冷たくなるまで氷水に当てて冷やしていきます。器の中に梅酒の梅の実ですね、これを入れていきます。冷たく冷えたゼリー液を4等分に流していきます。流し終えたらバットなどに移して冷蔵庫でしっかり固まるまで冷やしていきます。3時間冷やすとしっかりと固まります。
ゼラチンで固めているので、とてもプルプルな質感になります。バターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って